こんばんは、ねだいこですよ。いきましょうか、今日もリングフィット。今日もリングフィット。今日もリングフィット、言うて今日もリングフィットね。いきましょう。待ってね。さあ、オープニング作ろうと思ったんだけどさ、あんまりうまくいかないし、録画の兼ね合いもあるから嫌だと思って。ね、そのうちオープニング作ろうかなとは思ってるけど。うまいやり方見つけたらやりましょうか。というわけでね、はい、今日でなんとアドベンチャー10日目突破です。ありがとうございます。10日続けるというのは簡単そうでなかなかできないものです。確かに今日は何か自分にご褒美あげましょう。最近は桃でプッシュを頑張っているようですね。どうしよう、ちょっとどうしめるの忘れた。あっちよいしょ。で、プッシュ頑張っているようですね。はい。モデショップ、うちも抜けあるの娘です。違います。攻撃力が強いんです、それ。それ、攻撃力が強いだけです。というわけで、やっていきましょう。はい。みぶりさん、お願いしますよ。今日もみぶりさん、お願いしますよ。みぶりさんに合わせて動きましょう。3、2、1、はい、はい。膝を交互に上げ、リングコンにタッチしましょう。10日目。すごい、10日も続いた。足を上げるときに息を吐きましょう。最近ね、リングコンの収納方法をやっと見つけたからね。はい、OK です。次は具材が足りなくてちゃんとできてないけどね。あの、具材が揃ったら綺麗に収納できるから、それが嬉しい。体が硬ければ綺麗に収納できるの、マジ嬉しい。リングコン、ラスト1回、はい、はい、その調子です。昨日クリアできなかったとこだよね。腹筋とこだよね。大きく踏み込んで腰を落とします。毎回一発目忘れる。前に重心をかけずに、あとなんだっけ、腕のところもやんなきゃいけないんだよね。意識しましょう。腕もしっかり上げることを意識しましょう。したって昨日クリアできなかった2つをクリアしてから、ね、細かいところがやってきます。はい、OK です。あ、最後は足を開いて体側ストレッチ、はいはい、リングコンを持ち上げて体を横に倒します。前かがみにならずに真横に倒すことを意識しましょう。体側や腕の筋肉のストレッチになります。はいはい、あ、でもね、腕疲れてる今日。ラスト1回ずつ。はい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 、お疲れ様でした。よし、はい、どう。まずはなんか街で受けたあれだよね、依頼をね。金じゃなくて、これをね、このあれだよね、230ポイント以内にゴールしたやつ。これだっけ、これかっけ。このソレイユダンスは欲しいんで、そのために1回やりましょう。とりあえず1回やってみましょう。これはまあミッションですね。服の色がバラバラなんさ。よし、行こう。あ、走ってなきゃダメだこれ。こういうことね、常に走りながら。見て、ごめん。お、これすごくない？おいし。あ、あれもダッシュして行けば飛距離飛ばせる。おい、それは取りたかった。これ学習演技したな。
いい感じ。音が上がってきた。ずれてきた、下の後。ゲット。余裕じゃん。余裕です。はい。あっと、ずれたけど余裕でしたね。昨日なんであんな苦労したの？伸ばして。昨日なんであんな苦労したんだこれ。この目。ああ、よし、オッケー。よし、オッケー。ああ。防御力大幅に上がる。意外。よし。ミッション達成。キャンペーン中ですよ。何が？美しい体作りキャンペーン実施中です。まさかのまさかのボーナス切り引き役セットやっとこうか。今日なんかミッションこなす日になってるけど、 OK？ 任せて。今日ちょっとミッションの日、今日もミッションの日、そう、腹筋ね、金もらえるって言うから。ああ。スクワット。さあ行くよ。息を吸いながら足を曲げよう。いいよ。いいぞいいぞ。平均90点以上つったよね。いいよ。オッケー。あれ一個苦手なやつなんだよな。わかんないやつ。いいね。はい、あーこれきつ、フルパワーだよね。すごい、いいよ、あ、いい動き、いいね、その調子、あー、これ全部しっかりやんないとダメだ、すごいぞ、やばい、よし、いいね、平均90点でしょ。ちょっとでも上がるとさ、よし、あと5回で休憩休憩、はい、よしよし、いい、輝いてるよ、輝いてる、オッケー、あと3回待ってね。いいね、完璧、よしよし、待って、すら、ラスト1回、よっしゃ、はい、オッケー、桃あげあげ、これはね楽しん、これはいけますよ、なるべく元気よくしっかり動こう、ダリッ右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 、ヒップアップの効果が期待できるよ、右ダリッ右ダリッ右、あと半分、ダリッ、あ、ロボットが爆笑してる。あ、疲れる。はい、はい、あと10回、はい、あと1回。あと5回。この次なんだよな。マウンテンクライマー。これわかんないんだよな。ロートゥーカーにつける、なるべく元気よくしっかり動こう、ダリッ右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 
ラリッ、右、ラリッ、膝をまっすぐ胸元に引き寄せよう。ラリッ、右、ラリッ、右、ラリッ、こうか。右、ラリッ、右、ラリッ、え、ラリッ、あと半分。右、ラリッ、右、ラリッ、右、あと20点。右、ラリッ、右、ラリッ、右、大きくしっかりと動こう。ラリッ、右、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 どうせ疲れるこれ。ラリッ、大きくしっかりと動こう。あと10点。右、ラリッ、右、ラリッ、大きくしっかりと動こう。右、あと5回。ラリッ、ラリッ、右、ラリッ、右、よくやりきったね。桃でプッシュ。あ、待って、これ辛い。さっきの動き何？あ、さっきの動きめちゃめちゃきつかったんだけど。何あれ？さあ行くよ。マジ何や？僕の帽子や体勢も期待できるよ。いいよ。ナイス。さっきのでもダメかもしらん。オッケー。何？あの運動やばい。よしよし。輝いてるよ。よーしよし。完璧。ああ。いいね。オッケー。いいぞいいぞ。ああ。いいよ。最高。さっきの。よし。さっきの運動1個でもやばいんだけど。いいよ、いい動き。いいね、あと5回。よしよし、すごいぞ。オッケー、あと3回。いいよ、その調子。いいよ、ラスト1回。オッケー、よくやりきったね。どう？平均値いくつ？ハロウェン。よし、来た。来た。任せてください。あった。よかった。クリアできて。ワイドスクワット。大きく足を開いて行うスクワット。え、今日はいいかな。今日足ダメだよ。明日やろう。あ、明日やるか。少し元気になったらやろう。ほんと足が辛い、今。ボーナスもあった。他のミッションもちょっと今日やっていく。今日ミッションチャレンジの日。やめさー。わかったわかった。よしよし、わかったわかった。ありがとうありがとう。Thank you。なんだっけ、リンゴスムージーね。キュッキュル。わかったわかった。リンゴスムージー、リンゴスムージー。あ、自分で作んなきゃいけないの。リンゴスムージー作んなきゃいけないの。スムージー作るボタン。リンゴスムージー、リンゴスムージーの作り方なんて知らないんだけど。違うやつやろ。待って、リンゴスムージーなんてないよ。リンゴね、リンゴのレシピを持ってくればいいね。分かった。リンゴの、リンゴのレシピね。分かった分かった。汗が、なんて一瞬にして汗がすごいんだけど。あのトレーニングジムのせいで汗が。やばい。やばいやばい。なんで？ちょっと待ってね。
筋ね、今日腹筋の日。なんだっけ、腹筋割れるじゃなくて腹筋なんちゃら。しやがろ。リンゴン強く押し込む空気砲一発でいけるの。いいこと聞いたね。病院に跳ねない、病院に跳ねない。昨日は散々な目にあったからね。昨日の反省でもしながら行きますか。昨日はね、結局カジュアルをやったんだよね。昨日ね、エイペックスの反省会。なんかカジュアルやって、1戦目は、1戦目はレブだったんだ。そう。レブだったから、軽い気持ちで行ったんだ。キングスキャニオンレブで軽い気持ちで行って、で、アッシュとガンガだっけな、ガンガがブラハか。彼女一人最後まで生き残ってたね。きつかったね、道具なくて。反対3人のちょっとね、そこそこ倒すと思ったけどキル入ってなかった、悲しくて。まあ楽しかったからよしとしましょう。カジュアルならランページ最強、今ランページで。その後はサンプさんが遊びに来てくれたから一緒に散歩したんです。あの子とマッチはやっぱりあれだね、あのレベルが違うよな。敵のレベルがね、団地すごい、ついていくだけで勉強になるし、いろいろね、アドバイスももらえたから。でも有意義な時間だったが、敵は強かった。紫色の軌道の子いないからね、普通。今日ちょっとゆっくりでもいい。無実にね、無実に岩破壊してこ。なんか良かったことあったかな。あんまり良かったではなかったな。キルログ見るようにしましょうっていうのを教わったのは、今日頑張る。今日頑張る。やっぱ見てるとこは違うなと思って。見てるとこは違うっていうか、見てるところの多さが違う。ダッシュで行くと岩飛び越えちゃうことが分かったから気をつけないと。で10個でしょ、あとここね。飛び越えちゃいけないな、飛び越えられちゃったんだもん、この前。よし、いいね。だから落ち着くことにした。当て当て、足のあれがさ、すげえずれてる。やろ。あ、ブラジマさん、ここも毎日ですよ。毎日のね、日課なので。おまけだ。毎日、頑張っております。あ、頑張らんとね。しかも昨日失敗したステージだから、やりたくないです。
横でしょ。この辺から失敗したんだよね。やばい、フロアに飛び上がっちゃう。フロアに飛び上がっちゃう。からゆっくりゆっくりゆっくり。ゆっくりいいよ、ね、はい、ゆっくりはい、いいよ、ゆっくりいくよ、はい、よしよしよし、いいよ、あと1個だよ、あと1個あ、ドアいける、ね、最後の1個飛び越えないように気をつけないでね。いけ、いいね、あ、食べたってそれ危ない危ない危ない、これで飛び越えちゃうんだからこれ。あ、これでラスト、ほい、いいよ、はい、はい、来た、あ走り切ったね。まさかの岩壊しミッションに失敗するとかあったからな。伸ばしてゆっくりー、調べよっか、どう生きてる、あ、いい感じに生きてる今日、いいよ、あ、辛い、あ、適度、よし、いいね、よし、よし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 、これで話を進むはずだ。ヌイさん絶対あれじゃん、またあの金の人とか、ね、いや、もう落ちてやる、落ちてやる、30分はやんないと、30分目安か。お兄さん、え？で、やっぱそうじゃん。金バキバキマン？あ、なんか思ったのと違う感じになった。思ったのと違う感じになった。金？ユニットチェスト入れとこうか。キー、どうするか、5分、 3キロだから、あ、 0.3 だからそんなに走る距離ないね。じゃあ、あ、汗はかいてるね。石子、出てこ、あ、熱っ、めっちゃ熱い、熱い、よし、金、うわー、あ、知らない、知らないやつ来たわ、ちょっとこう行ってみっか、楽なのでちょっと、私楽なのでちょっと楽なのでちょっと休憩、さあ行くよ、膝を曲げるときはお腹に力を入れよう、よし、完璧、オッケー、キレッキレ、よしよし、ナイス、あー、なんかきついからな、あれ最後まで残しとこう、いいね、できる限り楽なので乗り切っていこう、大丈夫だね、いいよ、素晴らしい、いいね、すごい、いいね、あー、いいよ、はい、その調子、ああ、オッケー、ああ、よしよし、いいぞいいぞ、ああ、オッケー、すごいぞ、汗がだだ漏れ、よし、やばい、いい動き、よし、どんどん行こうか、はい、
はい、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 その調子。ああ、汗がすごい今日やばい。うわ、もうそこそこあるな。まだ上げたい。頑張れ、ラスト1回。はい、よくやってきたね。焦らないで、よいしょ。腹筋ガード。息を吐きながらお腹に力を入れて。ほい、あ、結構持ってかれてる。スキルを選んで攻撃だ。黄色でいいでしょ、最初でいい。あ、最初20なんだ。なんかきついんだよな。どうしよう。最初と英雄2のポーズどっちがいけるかな。英雄2のポーズ。左手に。おい、あ、こうか。これどうすんだっけ。ゆっくりひねろ。ゆっくりひねるやつか。でゆっくり戻そう。腰を落とした状態をしっかりキープしよう。よいしょ。地味、とても地味。今日汗がただ漏れてるからさ、辛い。よし、左右を入れ替えよう。足もしっかり。汗が流れてる、やだ。ゆっくりひねろ。でさ、リングフィット10日でさ、まず代謝が良くなるっていうね、1回戦めっちゃ代謝良くなってるよ。俺はすごい豪華。めっちゃ代謝良くなるもん。はい、最高だったよ。腹筋ガード。はい、腕じゃなくお腹に力を入れよう。いや、スワイショーで行けっかな。スワイショーで行きたいな。スワイショー、楽なスワイショーでちょっと行こう。なるべくしっかりとひねろ。あー、早い、これスローだ。一回戦スローだ。終わったら飯じゃなくてスローかもしれん。あー、そのレベルやばい。汗が今日すごいだな、漏れ。垂れ流れてるよ、やばい。待て、一のヘッドホンの配線がやばい。よし、なんとかやりきったね、すごいよ。いや、やりきりましたね。待って、あー、ハレルラップありがとうございます。一回水。アミノ酸取らないと。アミノ酸取りませんと。だから、はい、ケース。ちょっと待って、勤務意識しながら。はいはい、来た。ういっ、いや、あ、トマト。アンプさん、今日まだ体重測ってないですけど、今汗がダラダラです。痩せたと信じたい。痩せたと信じたいっすよ。汗ダラダラ。痩せたと信じたいよ。これはもう水出てるだけじゃね、もうすぐ元戻るから。あれだけ、あ、熱い熱いよ熱いよ。うん、音声オフにしてください。ミュートで。変な声も出ますよ。いや、出ますよ。あれ、え、あれ、よし、なるべくしっかりとひねろ。あー、俺はプランクやんないとダメなの。なんかきついなー。しっかり動いて脂肪を燃焼させよう。よし、左、ああ、あと半分。左、右、左、右、左、右、左、
10回10回右左右あと5回左右左最高だったよ。キングハード3うわ3だ押し込み続けよう。何でした。フランクやんなきゃダメか。本的の感じだとスキルを選んで。これきついんだよな。フランク。ああなるほど。だってダメじゃん。あれアイアンのポーズいけんの。アイアンのポーズでいいじゃん。じゃあ英雄2のポーズ。英雄2のポーズ。はい。ゆっくりひねろう。うん、妥協じゃないです。あの攻撃範囲が狭かったですプランクは。なのであちょっと待って。ゆっくり戻そう。全体攻撃がしたかったです。そういうことです。戦略です。えい。よし、左右を入れ替えよう。戦略、これは戦略よ。足もしっかり入れ替えよう。ゆっくりひねろ。いけるな。よし、最後までひねろ。肩に力を入れず、リラックスしながら行おう。これ力入っちゃうよな。腕に力入る。よし計算通り。シルネットはそんな強くなかったんだ。そうなの。よしこ。え、緩んでない緩んでない。クリチクリ言うな。はい、あ、嘘。まさか。あれ、お金持ってるやつじゃん。お金持ってるやつじゃん。やべ、上行きそびれた。やべ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 。お金持ってるやつこいつ。なんだっけこれ。マスカットか。はい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 。え、しかも攻撃力落ちるし、防御力、防御力落ちるじゃん。ああ、メダル取り逃しちゃったし。うん。どうした腹筋の神。やったね。腰を下げて、伸ばして。はい。汗が目に入る。あ、調べなくても別に良かった。いや、あそこでやめるとあった。いいっす、いいっす。よし。よし。はぁ。ゆっくり。やっはぁ。よし。バランスの5、わ、わ、ど、わ、ど、どだけだね。ああ。仕上げて、お、お、ど、いど。今日ここのなんか面白そうなやつやって終わりにすっかな。明らかにあそこボス戦だもんな。軽いボス戦入る。スッキリウエスト OK。 いいね。ほっこりおなか改善大事。あ、こういうこと。腹に押し込み続ける。はい。え？あ、右？左？ほい。あ、しぶん。わあ、何この厳しい厳しいやつ。え、歩きながらってこと？あ、自動で進む、自動で進んでくれる方しかない。レディー。
イス胸。倒している方のウエストを意識して、あ、いい感じ、よし、息を吐きながら横に倒そう。はい、来た。今日何分やったかな。よし、足の歩行者。やっとトマトのレシピが来た。これで作れますね。これでスムージー渡して今日おしまいということにしよう。あ、いいね。なんかトマトだかリンゴだか、スープ、何らかのスープとか言ってなかったっけ、ね、何らかのスープ作る。トマトと、玉ねぎと、これと、これか、リンゴだよね。これを作る。僕の準備はできてるよ。疲れた。なんか疲れてる。てラスト。はい。あ、いちごも使うのそれ。え、マジ？全然何使うか見てなかった。一回座っていい？一回座っていい？いい感じ。今日の待っちゃった。はい。よし。ここで。ミッションをですね、こなしますよ。落とします。どうも。自分で取りに行って作ってください。リンゴ食べるでしょ。渡さないって。いやー、挑んだよ。誰が挑んでない。よし、今日もうよしということにしよう。クールダウンです。今日ここまでです。あっつ。どう、振り返ってみましょう。ゆきふん、まあ言うて、まあリングコン押し込みがすごい回数でやってる。最小400達成。どうしましょう。よし。ではスタティックストレッチを始めます。汗だらだら。リングコンは使いません。安全な場所に置いておきましょう。シャワー浴びてご飯食べよう。足を閉じて体の力を抜きます。息を吐きながら前屈し、静止後はゆっくり呼吸しましょう。そのままもう少しキープしましょう。汗だらだら。膝を軽く曲げ、腰から順番に体を起こします。よし。足を広げて両手を上げ、左の手首をつかみます。手首を引きながら体を右に倒し、体側を伸ばしていきましょう。運動用の服考えた方がいいかも。肌にベタッとありつくね。体を戻して手を入れ替え、反対側に倒します。女性はバストアップ、男性は胸板が厚くなります。無理をしない程度にゆっくり伸ばしましょう。筋力の原因の人に筋力の低下があります。腿の内側の筋肉を鍛えれば改善するかも。なるほど。ゆっくり体を戻します。
腰のバランスだから少しは上半身を後ろに傾けて、ね、お腹を伸ばしていきましょう。体力的には楽だけど筋力的にはきついときも。腰の後ろ側を手のひらで支えると安定します。食事誘発ゆっくり体を戻します。熱酸ステイと呼びます。右足を前に出して腰に手を当てます。右の膝を曲げ左足のふくらはぎを伸ばしていきましょう。自分の体を写真を撮って記憶してみてよ。ああ、それいいかもしんないね。部屋方してそれやるか。ちょっと写真撮れるようなスペースがないからな。重心を前に移し反対側も伸ばしましょう。全然部屋から出ないから鏡がなんか奥底に行っちゃってる。端っこの方に行っちゃってるもん部屋の。ゆっくり体を戻します。頭部の位置を見れば控えましょう。左膝を曲げ体の後ろで足首を持ちます。膝を後ろに引き太ももの前側を伸ばしていきましょう。たまに蜂蜜。反対側も同じように行います。不安な場合は壁や椅子などを支えにして行いましょう。おすすめしません。リバウンドしやすいですよ。時痩せたい人はしょうがないよね。ボクシングの人とか。ゆっくり体を戻します。ストレッチ終了です。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日の前お休みです。たまにはこんな日あっていいですよね。今日はこれで終わりです。今日の冗談これでしまいですね。またジョイコンの充電毎回やるんだけど大丈夫でしょう。よし、というわけで本日のリングフィットこれにて終了。あんまやってないけどすげえ体力だけ使ったからお疲れ様でした。ということで今日こそランクいきましょうね。今日はエペランクです。というわけでよろしくお願いします。お疲れ様でした。風呂入ってご飯食べてからです。